あなたには AI により生成したイラストを商業を利用したとして著作権侵害の容疑がかけられています。これについて認めますかい,いえ、認めません。なぜなら私の行為は前例を遡っても著作権侵害に該当しないからです。ほう。あなたの行為が著作権を侵害していない。ええ、そうです。あなたは。 イラストの制作者の許可を取らずに、無断で AI に学習させ、その画風の特徴を今後、反映したイラストを生成、それを商業利用した。立派な著作権侵害ではありませんか。具体的にどこが無断で AI に学習させたこと、学習元の画風を反映したイラストを商業利用したこと、この2点。2> その2点は、 絵をととするるものののほとんどに当てはまるのではまで画家、イラストレーター、漫画家、アニメーター、その他うぞうむぞう。彼らだって先人たちの絵を無断で学習し、それらの画風の特徴を混ぜ合わせ絵を描き、金を稼いでるじゃないか。学習と出力、それを人力でやれば許され、AI でやれば許されない。暴論も甚だし、個性や画力のない絵師、または時代遅れの輩のくだらない厄紙だ。 つまりあなたの行為は人間の画家やイラストレーターと全く同じであると。そうです。人間と AI の決定的な違いを教えましょう。人間は学習した結果から新たな画風を生み出しますが、AI にはそれができない。自力で生み出したオリジナルにこそ、対価を受け取る価値と権利があるのです。AI に新たな画風は生み出せない。 それは認めよう。だが、オリジナルの作品は生み出せる。ありきたりなテーマや同じようなコードしか書けないその辺の絵師に比べてよっぽど創造性に富んでいる。そして本当に新たな画風を生み出している人間の絵師が、現代にどれほどいる ?AI よりも学習元が丸わかりな人間の絵師が山ほどいるぞ。それでも、AI イラストの商業利用が著作権侵害に該当すると